シーソー法は右に痛みが例えば100あるとしたら、左側にも100の、まあ、負荷をかければ、これでバランスが取れて痛みが軽くなる、もしくはもう消えてしまう場合もあります。いきなり100の痛みを左側に与えるのは大変ですから、10分の1の10の痛みを10回と、これでもいいと思います。鍼灸師の場合はちょっと太めの、3番から5番ぐらいの針を1センチぐらい入れて、トントンと入れたらスポーンとこう抜く、その後は触ってはいけないと、これを何回かやるうちに痛みの方のストレスとバランスが取れた時にその痛みが消えてしまいます。